相手が悪かったな。あ、あ、出た出た。メンテ入んなかったな。調整できたのか。あー、よかった。結構 AP 持っていかれたかも。30、40持っていかれたかな。ということでね、まあ気を取り直してやっていきたいと思います。行こう。窓さんだな。これ声入ってないよね。俺ちょっと今ヘッドセットしてないから音聞いてないんだけど、声はなしですよね。さあ始めよう。うわ、クインケかっこよすぎか、お前。ダメ、そんな狙わなくてもいいわ。レベル1だった、忘れてた。射撃かな、説明何も読んでないんですけど。うわ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 、えげつねえな。窓のクイーン系でしょ、あれ。名前がないっていう。壊れてしまったかね。今回どうしようかな。ちょっと窓さんの性能を見に行きますか。自身の攻撃力プラス60、体力15、使用時的に負傷。負傷？まあ24駆ついてっからな。欲しかったんすよね、24駆操作チームが。自身のスキル使用時敵のマイナス10、負傷 20%。 負傷多いな。ボス生存時自分の最大スキルターンマイナス2、さらにマイナス1で窓のクイーン系。え、待って、きつくね。え、きつくね。今回窓のクイーン系もさ、交換しなきゃいけないっていつもこんな感じじゃなかったよね。クイーン系か。あ、でもまあまあ、でも金コイン1個ぐらいなら、1個3個ならいいや、全然 OK よ。オールな、オール。なんで SSR のオール残しとかなかったんだろう。覚醒させたいんですよね、オール。オールを最強にしたいけど、1000使うっていう。500ならさ、ポン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 覚醒させたと思うけど、1000はな、なかなかきついっすよね。範囲内の敵に 50% ダメージ、負傷 50%、使用者のこういうクッパは強いんじゃない、普通に。強くね、俺強いと思うな。まあまあこんな感じか。ただグラかっこよかったな。え、グラってついてなかったよね確か。これ SR でもあったけど使ったことないから分かんないんですよね。じゃああと1回ぐらい行くか。なんか話そうと思ってたんだけど、よろしく。何も話すことないな。行こう。忘れちゃった。最近ポケモンにハマってるんですよね。ポケットモンスターサンムーンにハマってて、家帰ったらとりあえずポケモンを起動するっていう。で、寝るまで飯食うのを忘れるぐらいポケモンに熱中してるんですけど、まあ、この年になってゲームにワクワクしてる。ここまでワクワクするのはやはりポケモンだけじゃないんだろうかというね。ポケットモンスターっていうのは大人になっても子供になってもっていうのはおかしいな。大人になっても楽しめるゲームだと、そう実感したっていうこの1週間そこそこですね。まあ窓さんをフル覚醒させるかどうかは置いておいて、まあまあ、その最近全くガシャの動画出してないと思うんですけど、ハロウィンガシャの時にね、まあ、2ヶ月3ヶ月お休みするって言ったんで、それはね、動画はお休みしますよ。
寒いな。このステージ嫌いなんですよね、正直。このステージと、対角線上に並んだレイドボスが真ん中にいて、角に自分たちのさキャラが追いやられてるステージ、私生きて角と角の対角線上に箱の小さい小部屋みたいなのがあって、何があったっけな、あれスキル結晶と攻撃力結晶があったのかな、それがあるのがすごい嫌いですね、あのステージ。あの縦長の真ん中に箱があって、なんて言うんだろう、こうこの字のステージは結構好きなんですけど、壁役しやすいんで。まあ今のステージと対角線上のステージは本当に嫌いですね。どうしよっかな、窓さん。まあ毎回1体ずつは回収してるんで、回収するかな、永続性にするか。うん、よし。というわけで、レイドフレンドの皆さん、レイド頑張りましょう。お疲れ様でした。ではまた次回実況動画でお会いしましょう。